どうも、はじめまして、皆様、えー、東京・府中にあります、県大主婦現時の住職してます、小野上監です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、えー、ということで、ですね、まあ、宇宙、えー、というテーマをいただきまして、お話しさせていただきますけれども、宇宙ですね。 書いてみましたけれども、この宇宙という字、えー、どういう意味があるかと、えー、私もあまり存じ上げなかったんですけれども、少し勉強しまして、えー、それとともに仏教ではどう考えるか、それを皆さんと一緒にお話しできればなというふうに思いまして、えー、本日、えー、お持ちさせていただきました。この宇と宇、まあ、二文字で、ねえー、なってますけれども、これ二つ、えー、意味がありますと、えーう。はですねあのどちらかとというと物理的な 限界であったり、壁であったり、天井であったり、そういうものを表す。この浮かんぶりていうのもそうなんですけども、この日差しがあって、それこそ昔はですね、展開とか世界には天井があるというふうに考えられたので、そういった物理的な高さであったり、そういうものを表す。この中の方は時間的なもの、過去、現在、未来、そういうものの奥ゆかしさというか、というものの再現性のない。 再現のある非常にこうあの広いそういうようなものを表すということでそれがもうとてつもないというところで時間もですねそして空間もそういうものがもう限りないというものを表すのがこの意思というものでございましたでこの言葉はですねそんなにですね昔から使われてたわけではございませんあの仏教で 世界という言葉がございますね。世界今でも使いますけれども、この世界という言葉がどちらかというと、えー、宇宙と同じ意味で使われたわけなんです。ですので、えー、仏教で言うと、えー、三千世界とかです。えー、三千大戦世界とか、えー、そういう世界というものが、えー、その、 空間とか時間とかを全てをこう網羅するような概念として使われてたというところで、えー、私たちは使ってたんですけれども、まあ宇宙といった方が、えー、私たちは今はなんとなく、あ、あの宇宙だなというふうに考えられますので、えー、その、えー、仏教でいう世界、今の私たちでいう宇宙についてちょっと、えー、噛み砕いていこうかなというふうに思っております。 まあ宇宙ね、皆さん宇宙と聞くとどんなことを想像されますかね。えー、見上げて、えー、星空を見上げてみるとそこには宇宙が広がっているということがあるかと思いますけれども、えー、その星空、私もあんまりこう天文学とかが、えー、あんまり詳しくないですけれども、少し調べてみますと、えー、やはりあ面白いことがどんどん分かっていきますね。えー、それこそ、えー、アポロ計画で月に着陸して、えー、そしてブラックホールというものをアインシュタインが解明して、 えー、そして世界というのがどうなっているか、銀河系というものがいろいろなこう、知識が、えー、分かってきましたね。えー、そしてそれでも,も事実が分かってきたのにもかかわらず、まだわからない世界がたくさんあるというのが、この宇宙の不思議でございますね。えー、なんですので、この宇宙というものの一つの一つの現象をですね、ちょっと見てみると、面白いかな、仏教が出てくるわけでございます。あのー、 銀河系ございますよね。えー、その中での、えー、私たち太陽系という銀河系の中での地球というところに、たまたま、えー、私たちは存在していて、そして私たちはたまたまこういったあ生物としての存在が確認されてますけれども、えー、他の銀河のどこかにもしかしたら生物がいるかもしれない。まだ観測はできていないけれども、そういうような生物がいるかもしれないというところで、その銀河系も考えますと、 太陽系はそれこそ太陽を中心にしてますけれども、えー、皆さんご存知の通り、地球も自転していて、ぐるぐる回っていて、太陽の周りもぐるぐる回っている。なんですけれども、その太陽系という銀河系自身もぐるぐると高速で回っているというふうなことが分かると。そしてその銀河系の中にはたくさんの星があって、私たちが観測できないような星が無数にあるということを考えると、 ああなんだか、えー、一つ、えー、お経の文言が思い出されるなというところで、一つ紹介したいのが、えー、一足多多足一。これ、慶言経の言葉ですね、えー。どういうことかと言いますと、まあ、あのー、一というのは出発点ですから、えー、一つという概念で、えー、こっちの端にあるもので、多というのは限りなく多い数ということで、こちらの概それが、えー、繋がっているというのが、まあ、一足多多足一というか、まあ、いろいろな解釈がございますけれども、 えー、ここで言うですね、まあ一足た多足一が分かるというのは、やはりこう銀河とい、えー、ったときに、その銀河系は銀河系の一つとしての銀河系が見えます、えー。ですけれども、そのすなわち多数の星によってその銀河系が成り立っているというところ。で、そういった多数の銀河系が成り立っているんですけども、それを一つとしているということで、この一と多というのが、 えー、引いてみるか、えー、寄ってみるかによって、意置か他というのがまた分かってくると、えー。これはまさにですね、仏教的な視点でございまして、宇宙もこの原則によって、まあ、成り立っていると。まあ、人間というのはこういった一つ、えー、そして多いというもの、えー、それを、えー、分けて考えがちですけれども、えー、それをくまかなく見てみると、どう,どう至っても一というものは、えー、統一とかそういうものではなくて、多様性を含むというもの、他を含むものが一であると。 で他というものはすなわち一にもなりうるという、このですね、えー、非常に崇高たる、えーまあ、理想という考え方というものが銀河を見ても宇宙を見ても分かるというものが、えー、一つ、えー、面白い宇宙の、えー、考え方として仏教としてあるのかなと思います。でですね、えー、その銀河系を見てみますと、えー、面白いのが各、まあ、引力がありますね。えー、それこそ、えー、分かりやすい例ですと、 えー、地球の、えー、海の満ち引き。えー、この満ち引きは何によって満ち、えー、引きがされているかというと、月の引力によって満ち引きが、これは有名な話ですけれども、その月の引力も、えー、太陽系であったり、他の銀河系の重力であったり、引力であったり、いろんな、えー、各 が分解されたりとかです、ね、でいろいろなこう爆発があったりとか、そういうものがあるからこそ、そういった引力が発生していると。ですので、何か1つのものがですねなくなってしまえば、その月というものがなくなってしまえば、実は地球というものがなくなってしまうと。で、また太陽というのが大きな核にはなっていますけれども、その太陽という核がなくなってしまえば、地球も月もないと。 はたまたまた違う惑星の影響というのも大きく、それが崩壊してしまったり、爆発してしまったら、その破片が違うところの惑星にぶつかって、そしてまたまた違うところになったりするということで、その太陽系というものがあるんですけれども、限りなく奇跡に近いというか、そういうものが自分自身があると思いがちだけれども、周りの何か引力であったり、 重力であったり、そういうものによって成り立っているというふうに考えると、仏教で有名なこの処方無我という言葉も出てくるかなと思います。まあ自分自身というものも、えー、我だけ、えー、我自身があるかといったらそうでもなくて、えー、他のものとの、えー、相互依存と。 そういった関係性によって成り立っているというところは宇宙を見ても明らかだというふうに言えることができるのかなと思うので、まあ、宇宙を見てもこうやって仏教の真理がズバッと出てくるというのは非常に面白いところかなというふうにはだまたです、ね、太陽も地球もいずれ滅びるというふうに天文学会では言われている。 まあそれは150億年、200億年先の話ではなっているんですけれども、というのも、それこそ1日では24時間ですけれども、これがどんどん長くなっていくとか、また月というものもどん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 大きくなっていく、それこそブラックホールであったり、その銀河系というもの自体も大きく拡張しているというような、そういう検証もできているらしいんですね。ですので、まあ、これは誰もが知っている、この諸行無常ということが銀河系を見ても分かると。 非常に長い年数ですね。私たちにはそれこそ何代生きていれば、えー、その太陽が爆発するを見れるんだというところでございますけれども、えー、そういった地球、惑星、えー、いろいろな木星も火星も必ず変化していると。えー、それこそ時点自分でも変化しているし、後天。 周りというものの環境によっても変化されている。ということで、すべてのものは常なるものはない。こういうことを銀河を見ても明らかだ。この銀河のあり方というのがずっと同じかと言ったら、決してそうではない。非常に短い時間しか人間は生きられませんけれども、銀河を見ても、長い時間を見ても少しずつ動いているんだと。いわんや私たちは80年、90年ぐらいしか生きられないから。 絶えず変化している。えー、これは、えー、お釈迦様が説いた、えー、参法院、司法院の中でも大切なことですけど。まあ、無常だな、というところを改めて、宇宙を見て感じられますね。で、えー、また面白いのがですね、えー、こう、ぐるぐる回るって面白くないですかえー、辞典、後天。なんでこう回ってるんだろうと。ね。 この回ってる、まあ、円環とも言いますね。えー、この円環という字、えー、まさにこうですね。まあ、私、天台集なんで、比叡山の僧侶としてお話し、えー、させていただきますけども、えー、この字はいいですね。えー、円満の円で、えー、それこそ環境の巡,巡るという字ですね。物事の言うのはぐる,ぐる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 回っているんだということを、それこそ宇宙を見渡せば、もうすべてのものが回ってますからね、えー。太陽も回っているし、月も回っているし、地球も回っているし、 しかも自分でぐるぐる回ってるんじゃなくて、さらにこうぐる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 回っているということ、えー。この円環という動きはですね、なんでこう回ってるんだろうなというふうに固定してないんですね。えー、ずっと回って回り続けている。えー、これが宇宙にとって、まあ、神秘であり、非常に面白いところだなというふうに、えー、思いますけれどもね、えー。この円環という動きで、えーまあ、私の 経験というかですね、えー、お話しさせていただく、えー、修行のことを、えー、ちょっと紹介してあていこうかなというふうに思います。まあ、この円刊ということで、えー、思い出されるのは、まあ、私自身としてはこの解放業という修行でございますね。えー、比叡山にはですね、千日解放業という修行がございまして、えー、その千日解放業の えー、初百日という、はい、百日だけをさせていただくという修行もありまして、えー、私、幸運なことにご縁な、ご縁がありまして、百日だけはさせていただきまして、この解放業という、国礼の行門という、えー、比叡山のその行門に加えさせていただいたんですけれども、この解放業を見てください、えー。回るんですね。円環に似てますね。えー、峰を回る、えー、修行でございます。 ね、この峰を回る修行でございますけれども、まあちょっと、えー、想像しづらいと思いますので、少し共有させていただきますと、まああのー、ね、千日解放業なんて有名でございますから、えー、見たことあるかと思いますけれども、まあこのように、えー、毎日、えー、比叡山を一周するわけでございます。で、この比叡山というのがですね、えー、面白いというかあ、まさに先ほどの宇宙の中ではないですけれども、 過去、現在、未来に分かれているんですね。えー、3等16台というふうに言われますけれども、3つの等、まあ、というのは地域、区域に分かれております。えー、で、その区域というのがですね、えー、東,東,西東与川と斎藤、横浜と言われている場所でございます。 とうとう、斎藤、よかは各場所にはですね、お薬師さんがいらして、観音さんがいまして、お釈迦がさんがいました。過去、現在、未来、それぞれ分かれているわけでございます。で、その解放業ではですね、そういった場所をですね、ぐるーっと回っていくわけでございます。まあ、文道寺、明王道という場所から出発して、ぐーっととうとう行きまして、斎藤行きまして、よかは行きまして、そして、日吉大社という神社を巡って、そして坂本という場所におりて、 また、ぐるっと、えー、少し坂を登って、無道時代という坂を登って、明堂という場所に着くんですけれども、まさにこの円環なんですね。で、いろいろな口伝、えー、口で伝われたことがあるんですけれども、よみがえー、蘇りをしているというふうにも言われるんですね。まあ、過去、現在、未来をこうぐるぐる回るということ、えー、そして、その一度坂本という、えー、いわばこう、シャバ世界、俗世界に落ち。 えー、そこからまた登っていって、えー、神聖なる世界に、死鋭団という、えー、聖域に入っていくということで、えーまあ、その修行なんですけども、ぐる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 回ることによってですね、えー、その道というのは、延、え、慣、ー、して、そして蘇って、毎日毎日生き直して蘇っていく。えー、坂井優斎アジャレさんというですね、2000日解放業された方の本にもございますように、一日一生という言葉がございますね。えー、一日一生、それ 起きた時点で一生が始まり、えー、また夜寝る前にはそれの一生は終わり、そしてまた起きてから、えー、また一生が始まる。それを毎日やっていくという修行でございます。えー、これをすることによってですね、えー、毎日毎日、えー、その修行をして、えー、自分の命というものを、そして他の命というものを、そういうものをグッと実感していく、グ、え、ッ、ー、と引き寄せていく。ね、まあそういう修行でもあるかなというふうに思います。で 炎刊というところで、また言いますと、行不退という言葉も、私たち修行僧の中ではよく使われる。この行は修行の行ですね。まあ、不退、退かないということでございますけれども。基本的には、この解放行の歩く道、まあ、約30キロございまして、200箇所以上の来拝場所があるんですけれども、あの、後戻りはできないんですね。まあ、それこそぐるぐる回って行きましたら、それから、そこから、後ろ向きに歩くとか。 ちょっと忘れ物をしたから戻るとか、そういうことはございます。ですので、業不退。これは人生も一緒ですね。それこそ戻ることはできない。30歳になったけれども、ちょっと20歳にやりたいことがなかったから、20歳に戻ってみようということは人生できないですね。それは宇宙を見ても一緒ですね。ぐる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 回ってはいるけれども、同じ方向でぐるぐる回っていくと。それが急に、あ、ちょっと、 ストップということはないですよね。元に戻るということもない。ぐる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 回る。なので、基本的には人生というものは前向きにしか行けない。そして、退くこともない。と修行というものも、一度覚悟を決めたら、ずっと前に向いて、それこそしくじり、失敗、いろんなもの、挫折、いろんなものがあるかもしれないですけど、それに負けずに、ただひたすら、ゆっくりでもいいから、まっすぐ進めという。 これもなんだか宇宙の、えー、銀河系のですね、えー、ぐるぐる回っているような姿を見ると、この修行に重なるところがあるなというふうに感じるところでございます。そしてですね、えーまあ、私、えー、がですね、まあ、個人的にというか、解放業中にですね、えー、強く感じたところがございまして、えー、先ほども申しました、えー、処方無我というところですね。 えーまあ、それこそ修行をさせていただく身ではございますけれども、一人の力ではなかなか何もできませんね。えー、それこそ、えー、この解放業という、えー、修行を開始、質、えー、祖とされています宋王歌唱という方々、そしてそれに、えー、習ってというか、えー、それを追って修行をされた。 代々の先輩方、ご先達、ご大徳方が、そういう方がいらっしゃらない限りは、今私たちも同じこともできないと。そして、また未来を見るならば、未来の修行僧もいない限り、私たちの行本は途絶えてしまう。そういうわけでございまして、今現在というのも、現在過去と未来というものが支え合ってあると。 そして未来というものも、えー、その過去というものが支えてある。そして過去というものも、私たちが振り返るからこそ輝いていくというところで、そういった過去、現在、未来という時間的なものも無我でございますし、まあ、空間的なものもですね、えー、目の前にある食事というものも、えー、どなたかが野菜をこう運んでいただけなければ、目の前で料理をすることもできないですし、信者さんあって、私たちは修行もさせていただくことになったり。 いろいろなですね、も、え、のー、があるからこそ自分がいるんだというふうに考えると、ま,あ、まさに無我というか、えー、我というものを、えー、出すのではなくて、えー、どん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 我というものをですね、えー、削っていく、少なくしていくことによって、えー、この仏法というのの在り方さが分かっていくというふうなのをひしひしとですね、感じたのが、この私の修行僧に、修行中に感じたところでございました。 そしてもう一つ、えー、まあこれで最後にしたいと思うんですけれどもですね、えー、まあ天台宗、えー、比叡山、えー、でですね、非常に大切にされている言葉がございます。えー、まあ法華経でも、法華経で大切にされている言葉なんですけれどもね、園遊という言葉でございます。えー、先ほどの円刊にちょっと似てますね。えー、まさに円満、えー、円満となりて溶け合うというところでございます。 あこちらですね。私がもうご修狩中にですね、えー、まあ、100日、えー、比叡山を解放するわけでございますけども、その中でですね、えー、まあ、ヨという、えー、奥、えー、森の奥のところにですね、山の奥のところにですね、まあ、ひたすら歩いていくと、えー。それこそ1時半ぐらいに出稿させていただきましてですね、えー、4時ぐらい、えー、4時半ぐらいにですね、こう、日の出が出てくるわけでございますね。 えー、その日の出とともにこう歩いていきまして。まさにその太陽ですね。えー、その太陽を、えー、こう拝みましてですね。えー、その太陽信仰というものは日本にもございますからね。ご来光。えー、そのご来光を拝みまして、そして歩いていく。えー、その中でですね、ねふとですね、まあ、自分がこう歩いているんだか。この比叡山というものが動かしてくれているんだか。なんか私という存在というものがですね、 こう、比叡山という、まあ、その山であったり、まあ、その大地というか、えー、空というかですね、何かこう、溶け合っているような感覚を覚えた時がございまして、えー、それはまあ、あの、一瞬であったと思いますけれどもね、えー、それはですね、まさにこう、一瞬であったにもかかわらず、私にはこう、壮大なですねあ、自分だけではないんだなと、えー、私自身っていうのは、こう、溶け合ってからこそ、 えー、存在できているんだなということを感じれた、えー、瞬間でございまして、まあ、これはもう本当人それぞれで、私の完全な個人の思い込みかもしれないですし、勘違いかもしれませんけれども、えー、この遠慮というですね、溶け合ってですね、えー、混じり合うというのは非常に素晴らしい境地だなというふうに感じた、えー、ことがございます。で、この遠慮の境地というのは、えー、非常にまあ、あ 天台宗でも、仏教でも大切にされている境地でございますので、まあ、少しあの調べていただければ、ばーっと、えー、出てくるわけでございますけれども、まさにこれは、えー、自分とその自然というものが溶け合う、えー。はたまた、えー、修行していれば、えー、修行僧同士が、えー、いらっしゃいますので、えー、その修行僧、えー、同士が溶け合ってですね、一心に何かを拝んだりですね、えー、何か手法をしたり、はたまた 修行とそういった僧侶というところの信仰、親族一貫と言ったりもしますけれども、ね修行しているから偉いというわけでもないですし、俗世間で一生懸命仕事をされている方、そういう方々も一貫してですね、遠友する教師そういうものがあるかと思います。それは宇宙を見てもまさに一緒ですね。地球という惑星というもの、それがただただ傍若分人に。 えー、ただ一惑星として存在しているわけではないですね。いろんな惑星によって、えー、それが銀河に溶け合って存在していると。ですので、こう、ぐーっと寄ってみるとですね、私たちの生活というものは、えー、そこには確かにあるかもしれないですけれども、ぐーっとですね、えー、さらに引いてみると、えー、本当にちっぽけなあ存在として、銀河の、えー、本当の片隅に、えー、ただただあるだけなのかなというふうに思います。 ですので、その銀河の片隅であっても、えー、それが解き合っていれば、最初に申し上げました通り、それが一つとなしている、えー。多くのものが、えー、一生懸命何かをしていれば、えー、それは一、えー、つとなしている。そして、また、えー、伝行大使の言葉では、えー、一部を照らす、これすなわち国宝なりという言葉がございますけれども、一部を照らす、そのちっぽけなこの地球という、銀河系で見たら地球というところ。 そして地球から見たらちっぽけな日本というところ、その日本というさらにちっぽけな皆さんの住んでいるところ、そこをちっぽけかもしれない、一隅かもしれないですけれども、そこを皆さんのご自身でですね、照らすということによって、少しずつ光が輝いていって、そしてその光と輝きというのは違う銀河からもキラッと光輝くものに見えるかもしれないと。 それがまさしく一足多,多足一。そしてその一偶を照らす。なのでこれすなわち国宝なりと電、えー、行大師はおっしゃいましたけれども、えー、まさにこう宇宙観で見ますとですね、一偶を照らすこれすなわち宇宙の宝なりとなるかもしれないですね。ですので、あまあその時代にはあの国というものは非常に大きかったですけど、えー、今の時代は宇宙まで見れますからですね。 まあ、まさに宇宙の、えー、宝となる、えー、地球となれるのかというのは、まあ私たちのこの一遇を、えー、いかに過ごせるかというところにかかっているかなというふうに存じますので、えー、この宇宙という存在、非常にこう引いてみますと、えー、私たちは本当にちっぽけな存在だなと、うじうじ悩んでるのも、えー、なんだかバカバカしいなという思う存在ですけれども、えー、ぐーっと逆に寄ってみると、えー、その寄ってみたところにも小さな宇宙が待っていて、 その宇宙というものもまた溶け合っていてと。えー、ですので、えー、小宇宙と大宇宙があって、そこをこう行き来することがですね、まあ私たちの感覚としては非常に、えー、宇宙を観察するでは、えー、素晴らしいことになるんではないかなと思います。そしてその小さいところにも大きなところにも、この先ほどから申し上げてま,ます、仏法というのは えー、現存在していると。えー、キラキラ輝いて存在してるんだなというのは宇宙を見てもわかりますし、この私たちの悩んで苦しんでいるこの世界を見ても、仏法というのはありがたいものだなというふうに思いますので、ま,あ、まさに真理の世界かなというふうに思います。ですのでね、あ皆様どうぞあの夜空を見上げてみて、あ宇宙というものはこんなに広いんだ。その一隅でいるけれども、この一隅というのは 私たちがまさしくここに立たれ、た立,立っているような場所で、そこの立っている場所で光り輝く、そこを一流を照らすということが、まさに宇宙を照らすことなんだなということで、夜、夜空を見上げていただくのはいかがかなというふうに感じます。はい。ということで、取り留めのもないお話をさせていただきましたけれども、 本日は宇宙というテぜひですね、え皆様の宇宙、えー、宇宙観というものもですね、えー、ございましたら教えていただきたいと思いますし、えー、また、えー、私、府中に住んでおりますので、寺が府中ですので、宇宙近郊の方は、えー、ぜひあの、うちの寺にも遊びに来ていただければ、えー、ありがたく、えー、お会いできればなというふうに思います。 それでは、この辺で本日の方は終わらせていただきます。どうもありがとうございました。